天の絵放火と姉の引き霊か、救命、天の絵霊か。二人は姉妹でありながら血が半分しか同じではない、つまり母姉妹になる。父親は同じなのだが、母親が違う、霊か姉さんは天の絵一族と別の天の絵一族の正式な生まれとなる。それに対して私は天の絵一族の父と天の絵とは別の一族の女性との間で生まれた。だから名字とかは同じなんだけど、本来の天の絵一族の力を半分も持っていない出来損ないだった。天の絵一族は神を守る一族、故に死という概念を払い、長く神に仕えるために生まれた一族。力も普通の人間よりポテンシャルが高く、正式な天の絵一族なら、不老不死、と、聖天支配、が生まれた時から備わっている。姉さんはその二つを持ち、その上一族の中でも才に恵まれた天才だった。すべてのことをそつなくこなし、相手の技を見ただけで自身のものにできる、そんな能力以外の才能もずば抜けていた。それに比べて私は、聖天支配、を持たずにその劣化版、聖天操作、しか持てなかった。私と姉さんは生まれた頃から違う、姉さんは特別で、私はそんな姉さんを守る守り人として生きる、そんな人生になるはずだった。おごりが過ぎたわね、放火。得意分野の速さを利用した剣術は確かに技術として確立しているわ。でもね、剣は使い方、力の込め方を誤るだけで簡単に折れるの。手元の技術がおろそかになれば剣術なんて結局大したものにはならないのよ。早すぎる剣術勝負は霊華選手の勝利、天の絵選手、どうするのか。さすが霊華さん、あのレベルの剣術相手にも物ともしない。正直二人とも私より剣術のレベルが上、それでもお母さんの方が強いのね。あれで現役の頃よりかなり劣っているんだから当時はどれだけ化け物だったのよ。でも放火さんの本来の戦い方は体術を使った近距離戦、剣術はあくまでおまけ。霊華もそれを理解しておるから剣で切るのをやめたのじゃろうな。互いの得意分野でベストを尽くして戦う。それが二人が望んでいることじゃ、今のはあくまで前座、ここからが本番なのじゃよ。さすが霊華姉さん、何十年というブランクがありながら私の剣術をものともしないなんて。確かにおごりが過ぎた、私も変なこだわりを持たずに戦わないと霊華姉さんに負ける。準備運動は十分かしら、霊華姉さん、ここからは姉さんですら見ていない世界かもしれないわよ。来るか。私に武器なんて通用しないわよ、姉さん。いない?霊戦、ホーリージャッジメント。ホーリージャッジメント、霧の範囲内で位置、方向、関係なく斬撃、衝撃、光線の裁きを与える、聖天支配の大技。私の、聖天操作、にはない奥義。ただ、今の私は、ホーリージャッジメント、の支配攻撃より速いわよ。力技でホーリージャッジメントを超えるつもり、面白いわね、放火。見えんの?どんな身体能力しとるんじゃ、あやつ?あれで能力使ってるって言ってくれた方が私たちも納得するんだけどね。前年度、私の引き台に解放の光ですら捉えられなかった。私の光が全部かわされる、そんなバカな。高速程度の速度では私の速度の足元にも及ばないわよ、月下ちゃん。言う通りだった、それにまだ勝ちしてる、表情的にまだ余裕がある。勝てぬの?あれは、先ほどの一回戦の戦術をやろうにも目にも止まらぬ速さで連撃を受けて、こっちがガス欠になると容易に想像ができるのじゃ。能力で抑え込むにしてもお母さんの技ですら捉えられないのにどうやって捉えるのって話よ。いくら神水霊で何十種類の支配を使えても捉えられなかったら意味がないわ。早いわね、私でも肉眼で捉えれない。まさか、このくらいのスピードに追いついてないとか言わないわよね、姉さん。前方が分かっていてもあんまり気分のいいものじゃないわね。でもあなたは、私に見せたかったのでしょう、なら遠慮なんかしなくていいわ。終わったらゆっくりお酒でも飲んで、過去の話でもしながら過ごしましょう。そうね、ちゃんと話の種を作っておかないとね。あはは。このまま一方的にお母さんやられちゃうのかな。一方的、せっかちゃんらしくありませんね。戦況が見えてないなんて。戦況。今は放火さんの打撃攻撃と霊華さんの能力攻撃の殴り合いです。見た目は一方的に見えますけどね。そっか、お母さんまだホーリージャッジメントを使ってるんだ。なら何もしなくても放火さんに攻撃を仕掛けることができる。おそらく、普通にしていたらエネルギー消費で自身が不利になると踏んで、あえて、抵抗せずに殴られる方を選んだのでしょう。本当に見えてないという可能性もありますが、その不利な状況を変えるリスクのある一手をすぐに実行する、まさに天才です。どういうことだ?先ほどまで一方的に見えた戦いでしたが、天の絵選手も同時に体がどんどん負傷しています。
わかってるわよ。止まれば能力の餌食だって。でも姉さんに限って脱血なんてありえない。だからリスクを負いながらも有利になる一手をつかまないと安牌ではこの勝負絶対に勝てない。辛い、こうか。難しいでしょう、戦うというのは。自身の手をどううまく使うか、どう相手の手を先に読んで、封じ、有利に運ぶか。時にはある程度の怪我を視野に入れた選択も必要になってくる。そうやってギリギリまで自身を追い込みながら最後まで戦い抜き。最後の最後にその場で相手より長く立っていれば勝ち。昔教えたでしょう、大事なのは最後なんだって、それは戦闘も変わらないわよ。私の脱血なんて狙うだけ無駄、それは正解。だから私に物理で攻めてダウンを狙った。それも正解、だけどね、その正解は私にとっても正解の判断なの。効果ならこうする、効果ならこうせざるを得ない、その読み通りにあなたはずっと動いてる。だから私を殴る間、あなたもダメージを受け、そしてさっきまでなかった疲労を負うことで、あなたの長所であるスピードを殺した。さすが姉さん、なんでさっきまで私の行動を読んでるのよ。でもどうあがいても私の剣術と速度では効果にはかなわない。なら私も能力と近接戦で長期戦で効果を倒すしかない。聖剣ホーリーガーディアン、これである程度の攻撃を全て防ぐわ。消費オーラ量が倍増えるけどそれくらいわけないわ。さっきの言葉全部返してあげるわ。効果あなたの全部を上回って勝つ。あなたの前に立つ壁は低くないことを思って教えてあげるわ。すごい、技術は間違いなく負けてるのにお母さんが優勢だ。剣術や駆け引きが上手いんですよ。それには脱出地としての完成度が違うから回数を重ねるごとに差が出てくる。今結果ちゃんに一番欲しいところです。駆け引きは上手いんですけど、剣術がどうも極端というか、単調というか。今ここで私へのディスはいらないのよ。でもお母さんももったいないよね。いっぱい技があるのに使わないなんて。相手の聖剣鑑定の能力なのでしょうね。だからある程度の技は無効化されるから、相手放火さんに通用する技のみを選別してるんですよ。それもタバックからすぐに出すのではなく、本当に必要な場面をしっかり見据えて技を選んでる。場数が違う証拠ですよ。まだ私はそこまでわからない。まだその領域じゃないってことか。でも技術や能力という単体は放火さんや霊火さんに通用するものを結果さんも持っています。要は使い方なんですよ。でも世界最強と呼ばれる効果さんがこのまま終わるのかな。と言ってもまだ効果さんにはまだ隠し種がある。戦うたびに強くなる仕組み、それをここで知らないと。さすが姉さん、まさかの場面のブランクがありながらここまで私を追い込むなんて。強くなったわね、効果。ここまで私と張り合うなんて。この幸せな時間がずっと続けばいいのに。でもそうはいかない、もう私のオーラ量がだいぶ減ってる。そろそろ決着を決めないと敗北が決まる。本当に楽しかった。まだまだ私は未熟なんだって思い知らせてくれた。でももう、タイムリミットよ、レイカ姉さん。ここから先は一方的な絶殺、世界三強の真髄を見せてあげる。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。